先日 CPT ベスト8にて、山口対時戸戦がありましたが、山はトレモネ対策していたのに対して、時戸はナウマンサコーとルーク対策をしていたと聞き、勝てるわけないやんと思ってしまいました。スト5の競技シーンはいかに強い人と対策できるかの人脈ゲ芸になっているのではないでしょうか。モモチのように友達少ない奴は戦う前から不利なんでしょうか意見を聞きたいです。はい、不利です。なので、あの、みんな足、頑張って足を使うわけです。 うん、足を使い、口を使い、あのー、対戦相手を、その、探して対策するわけです。うん。なんでまあ、不利というか、その、なんつうのかな、うん不。不利っていうか別に、じゃあお前もやれよっていう <laughs>、だけの話なんで。例えばこれ、ヤマが、そのトレモンを対策してたけど、別にヤマは、あのー、ナウマンと、サコさんと別にできたんで、あのー、やろうと思えば。なので別にその、 うん、そう、そういうゲームなんで、そういうゲームというか、はい、人脈ゲーっていうか、ね、あの、足を、足をつかない基本ですよ。格ゲーの。ので、まあまあ、やらんかったら不利ですよね。当然。でも逆にその、あの、不利なだけじゃないっす。ちなみに。なんでかっていうと、自分だけで攻略を進めるのは大変なことないけど、その、バレないっていことでもあるんで、なので別にあの、い それが不利なだけっていうと別にそうでもないとは思ってます。まあ、そういう人のやり方があるということです。例えばその、まあ、例えばその、まあ、モウジさんは一人でやってるけど、じゃあみんなでやったら勝率がモウジさんの場合上がるんかっていうと、そこはわかんない。うん。あの、全然上がらん可能性もあるし、むしろ下がる可能性も一応あるから、わかんないそこは。ので、まあ、そういうのやり方があるっていうことですけど、基本的にはもちろんその強い人同士で、あの、対策をした方がいいんですけど、ただ、あの、 強い人同士で、その、一緒に対策すると、どうしてもその、抜け出しにくい。そっから。あの、抜きん出にくい。その、集団になるまでは、絶対そっちの方が簡単やん。要するにこう、攻略を共有できるわけだから。でもそれだけじゃ、その、そん中で強い人になられへんやん。さらにそっから、そこでいろんな知識を得て自分の中で消化して、抜き出なあか,んあかんわけやけど、 それってめっちゃむずいから。から強いやつの人にはなれるけど、あの、本当にその、一番強いやつになろうと思ったら、またそこは、変わってくるから。まあ、なので、うん、それはそれで難しいことだと思います。